にしようとかですね、厚木久さんは寅さんとかっていうのがあったんですよね。で、佐々木原君何にしようって言った時に、お嬢さんお嬢さんっていうのがどうしたのかで、夏に出すから、じゃあ夏のお嬢さんっていうタイトルで曲作ってよって言って作詞作曲の人に頼んだというわけです。さらば稼ぎ、まあそうですね、それしかヒット曲ないですからね。それはタイトルネーミング料では入らないです。いや、入りません。ね、いや、ついこの間まで榊原郁恵自身3年ぐらい前ですか、久しぶりに会ったら、え、そんな話あったんですかって話ですよ。そう、あのプロデューサーで、ですから、あのお笑いはそういうことで渡辺プロが先にやったんです。もちろんクレイジーキャッツとかあのドリフターっていう、まあそういうね、そのプロダクションの得意技っていうのがあって、ホリプロもですから、まあ、和田アッコがいて、榊原郁恵とかそういう歌がいつまでも売れないからバラエティテレビで食っていけるようにしようっていう、そういう気持ちがあったから、まあ、あのお笑いを僕が勝手に始めた時にやらせてくれたっていう感じですね。なんか話したじゃないですか。いや、だから僕はね、自分ではあのそのアイドルが崩れた時にですね、堀さんから、堀さんってもう何回も言って申し訳ないですけど、堀ファウンダーって今言うんですけど、堀プロのオーナーがですね、その歌っていうのはいつまでも売れ続けるもんじゃないと、当時っていうのはスターっていうのはレコードが売れて初めてそのアイドルとして、まあ世の中に認知された、それぐらいテレビがまあ氾濫してたわけですね。テレビ番組にいくらでも出れたんですね。ところが歌はいつまでも売れ続けるわけないんだから、歌が売れなくなった時にどうやってテレビの世界で生きて、飯食っていけるかみたいなことを考えるって言われてて、で、まあ、和田アッコがゴッドお姉ちゃんになったりですね、榊原郁恵が、まあ、あのもうそれこそあのアイドルの時からコントをやらしてですね、あの自分の番組でコントやってたりしてるんですよ。で、そういうことが頭にあって、井森美幸とか山瀬まみっていうのはですね、そのやっぱアイドルで全然売れなかった時に、まあ、バラエティに持ってって言ってバラドルとかっていうふうに、まあ、言われるようになったというのも、まあ、私が一応仕掛けたという。バラドルの仕掛け人ですよ。ね、なるほど。でホリプロに大体20年ぐらいですか。ちょうど、まあ、19年半で、あと半年いたら退職金全然違ったって後から言われましたけどね。でそこでじゃあ、まあ、いよいよ退職をされて、そうですね、なぜ独立、まあ、最初から。いや、あのね、これはあのまあ要するにそのさっき、まあ、諏訪さんが言ったように、あの店頭公開で株を上場してくれたわけですよね。それで、まあ、株、まあ、それまでその持ち株会って株散々買わされてたけど安いんで、それがまあすごく上場したおかげで株で、まあ、キャピタルゲインって言ってたんで、まあ、それが儲かったのが一番大きいのと、それとキャピタルゲインがガバッと入った、そうです、そうです、それがもう資金ですから、はい。それとあとはですね、僕中間管理職じゃないですか、部長なんていうのは。でオーナーがその堀さんがオーナーでですね、それで、まあ、2代目の社長になってたんですけど、それで僕の上司だった小田っていうのが社長になってたんですけども、僕が自分が現場マネージャーやってる時ですね、桃屋の現場に上の人間がちょろちょろ来てですね、ああだこうだって言われるのにすごく嫌だったんで、俺の中でやってんなみたいな。それが部長になったらですね、自分はそういう自分が現場マネージャーの時そういうことを嫌だったから、自分もそういうことしたくないと、それでだからなるべく現場に任せるようにした。そうすると上からは言われるわ、下もまあね、あのそれともう一つ大事なのはですね、この芸能界のプロダクションっていうのはその、上司と部下の間ともう一個ですね、あのタレントというです、ね、人間を扱う仕事なわけですよね。それなんでですね、あの上と下と横から攻められるっていうか、まあ東西南から攻められるわけで、そうすると逃げるとこ北しかないって言って、はい、北行ってまあ凍っちゃったというか、もういきなり答えになっちゃったんです。まあまだ凍った話は私はないですけど。まあじゃあそんなんで中間管理職の悲哀を味わってですね、下にはうるさく言いたくないし、上からは言われるしって言って嫌になって独立しちゃったっていう感じです。じゃあまあまあそのキャピタルゲインを元手に、それが元手ですよね。給料も、あ、給料はすごかったですよ、ね、あの僕ホリプロ入った時ですね、
給料3万4千円だったんですよ、大卒の当時はですね。4万っていうのは一流企業だったんですよ。3万4千円ですね。それでボーナスないですから、年収が40万ちょっとですよ。それが昭和51年のですね、10月に私は最初の結婚したわけですよ。最初の結婚ですよ。その時は29歳なんですけど、年収でいうとですね、入った時40万だったんですけども、6年後に結婚する時にはですね、450万になってました。10倍です。6年で 10倍以上になってました。すごいですね。これが勢いですね。これが芸能界です。それをまた自分でも、まあ、自分でもね、体現しようと思って、そうです、今でも独立をして、今でも思ってますよ。独立をされたのが、1989年、そうですね、平成元年ですね。平成元年に独立されて、はい、同じ芸能プロダクションで。そうですね、まあ、最初はオリプロ辞めた時はもうタレントは面倒くさいからっていうんで、その自分がオリプロに行った時ですね、そのタレントさんにどういう衣装を着せて出したらいいかとかって、まあ、すごく悩むわけですね。その当時まだスタイリストとかヘアメイクとかを、タレントさんが個人で雇うとかそういうのあんまりなかったんですよね。それで曲出すたびに衣装どうしようかとかっていうのが悩みの種だったんですよ、大体男のマネージャー。それで、当時フリーダのそのスタイリストさん、ヘアメイクさんを、うちが営業やってあげて、マネジメントギャラ交渉とか全部やるから、うちに預けないっていうことで、そのでホリプロってマーケットがあったんで、そのでフリーの人にホリプロのタレントがテレビ出る時とかに衣装とそれからヘアベイクですね、そういうのをやる人たちを派遣するということから始まった。当時はそういう仕事っていうのはあまり確立されてなかった。フリーの人ばっかりですが、今そういうプロダクションいくつかあると思います。スタイリストさんとヘアメイクさんをマネジメントしてるですね、まあ、売り込んでるプロダクションは、その当時はなかったです。みんなフリーでやってたんで、だからフリー、そのスタイリストを派遣する新しいビジネスモデル、あ、そうですね、それは、まあ、ホリプロやめてすぐタレントやるっていうのもなんだなと思ったし、まあ自分が一番上に行ったら好き勝手なのできるんですけど、そのタレントやるとですね、また横に出て東西南が揃っちゃうから嫌だなと思ったんで、そこはじゃあ行かずに、そうですね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 、まあスタイリストさんとか、まあまあ、タレントみたいに売れちゃってる人も今はいますけど、当時はまだそこまで行ってなかったですね。新しいビジネスモデルで、まあそうですね、そこは事業的には結構、はい、それはまあまあなんとか回ってって、今も僕の後に引き継いだのが別の会社でやってます。はい、そこは良かったですね。まあそうですね。まあまあ良かったんですけど、今までですね、マネージャーでその売れっ子タレントを持ってるとですね、テレビ局からまあ頼まれるので、うちに出てよとかうち出してよとかって言われてたんですよね。で、まあプロダクション、まあ、一応ホリプロのマネージャーとしてはですね、あちこちから頼まれてたんですけど、今度スタイリストとかヘアメイクっていうのは今度ホリプロの俺がずっと若いマネージャーにですね、うちのスタイリストで使ってよとかって今度は頼みに行く風になっちゃって、それでこんなバカしいなと思ってタレントまたスカウトしてやり始めたって、それはやっぱりタレントの方が楽でいいですね。いや、楽っていうか儲かります。もうその若い子に頭先じゃなくて、そうですね、持ってる、まあ、そういうことです。要するに、ね、自分の後輩に、はい、そのこのヘアメイク使ってよ、このスタイリスト使ってよって、ちょっとやっぱりやってらんないなって感じでしたね。それはなかなか変えない。3年ぐらいずっと そっちの方をメインでやってましたよ、はい、でじゃあやっぱり儲かるからタレントを入れるっていうか、まあ要するにテレビ局に頭下げに行けばいいだけの話で、そのよそのプロダクションマネージャーに頭下げなくていいっていうことがあったんで、それで またタレントやろうっていうことになって、まあ、日本立てでタレントさんを、まあ、また使うとする探して、そうです、そうです。ジュノンっていう雑誌の、まあ、宣伝のためにやったんですよね、そのイベント。それで第1回のチャンピオンは芸能界入ってません。で2代目が武田真治で、武田真治が出るから見に行こうって見に行った時に、その桂山慎吾っていうのが出てきてたんで
ですよ。で、うわこいつ歌うまいしすごいいいなと思ってホリプロに取るんだろうと思ったら、いやいや一回あの武田真治がまだちゃんとかっこついてないのにまたその次にもらうわけにいかないって言うんで、じゃあ誰も取らないんだ俺取っちゃうよっていうなんか、桂山慎吾さん、そうなんですよ、ね、いや頑張りましたよ、うん、じゃあそのあの人を所属、そうです、第1号はあいつと、それからアガリタアキっていうのがいいんですよ、アガリタアキフェイスブックでよく見ます、そうですそうです、あれはあのがと桂山慎吾が1991年ですか、まあ、僕が同居して2年目にスカウトした。2年目、一人、まあ、上がりとは紹介ですけど、かつては、まあ、ジュノンスーパーボーイですね。じゃあそこら辺から向かいタレントのビジネスで、はい、でもそこら辺も、ね、結構今も名前が知れてるっていうことは売れてるんですか。いやいや、そうですけど、まあ、そこからもう失敗した話に行くんですか。もう失敗なんてなっちゃうんですか。失敗の話行きましょうか。いやそれでですね、あのいろいろタレントをまたやり始めた時にですね、一応その僕もまあ自分としては見る目があると思ってるんですよね。で、勝山もですね、まあ、皆さん、まあ、ちょっと 今考えられないかもしれないけど、1995年ぐらいにですね、あのまだおにゃんこが売れちゃった後困ってた秋元康さんとかですね、それであのスピードとか、ああいうスピードっていう、あの何ですか、あのね、あの安室奈美恵さんのバックで踊ってたとか人の曲を作った伊地知さんっていう人がいるんですけど、その人たちが桂山慎吾にですねシングル6枚とアルバム2枚出してるんですよ、はい、そういうこともちゃんとやってたんです、はい、そう、今をときめく秋元康さんにここ直してよとか、ああしてよって言ってたんですすごいですね。で、どこら辺からそれでレジがずれ始めたんですか。一人ですね、そのあの沖縄の子ですごいいい子がいたんですよね。何年ぐらいですか。1998年ですね。独立して9年目ぐらいですか。沖縄にすごいいい子がいて、それでこれがその九州地区だけ そのオーディション番組があってですね、そこに、行って、それであこれ気に入ったっていうんで、まあ、撮って、で1998年ですね、19歳だったんですよ。高校卒業してたんですけど、沖縄でモデルやってたんですよ。その子を、まあ、ある縁でスカウトできたんですよ。で東京へ呼んだらもう受けるオーディション全部受かっちゃうんですね。俺ホリプロ20年いたけどこんなやついないっていうぐらい受けるオーディション全部受かっちゃう。ホリプロ時代含めても、それはもうすごかったですよ。あんなのはもうちょっと会えませんね。それがですね、じゃあちなみにあのオーディション受かってもうかなり売り上げも上げて、いやいや、もういきなりだって一発目決まった仕事が、まあ、あの住友海上火災っていうところのですね、あのモドリッチっていう、まあ、要するにあの自動車の保険なんですよね、損保なんですけど、そこのコマーシャルでいきなり1000万ですよ。1000万、素人もそれがいきなり1000万で、だから1年間ではあいつ3500万か4000万売り上げありましたけど、受けるオーディション全部買っちゃうんですから、それがもうすごく売り上げで、そうそう、でもね、売れるか売れないか分かんない、そいつ東京に呼んで住まわしとくだけで、あの毎月20万出てきましたね。まあ、そこはまあ面倒みたいな。あ、もちろんそうですよ、うん、でもまあすぐ1000万だ、そうそう、いきなり1年目だけでも3000万か4000万ぐらい売り上げられました。もうウハウハですね。いや、あの子はいればですよ。いやいや、もうよくね、その芸能プロダクションは一人売れるともうビルが建つっていう、え、そうそうそう、話を聞きますけど、うんうんうん、もうまさに、いや、まあ今はね、そういう時代はもう変わっちゃいましたからね。あの当時はですね、あのまあまだレコードの時代ですから、 CD じゃないですからね。だからレコードを売れて、ポニーキャニオンなんかはもうほら、あの泳げたい焼きくんビルって言われたんですよ、はい、あの当時はね、一発ヒットしたビルは建ったんですよ、本当に。そのぐらいそういういい時代だったんです。でうちの子もまあ給料毎月に20万だけ払って、で別に何の先行投資もなく、最終的にはもうまあ
レコード出す予定でレコーディングまでしたのに、まあ、田舎に帰られちゃったっていうですね、痛い思いがあります。なるほど。なんで田舎に帰っちゃったんですか。そうですね、これが沖縄の子っていうのはですね、すごいこうオープンというかですね、東京に来て1年目になる前の夏休みですね、8月にちょっと遅い夏休みで沖縄に帰したんですよね。だから、まあ、アナウンサーみたいですね。遅い夏休み。そうです。高校時代から、まあ、ボーイフレンドがいたんですよ。それで東京に帰ってきてですね、10月の忘れもしない10月の10日の日にですね、ちょっと社長ちょっと話なんですけどって言ったら、おじゃあその時札幌の札幌ビールの二十歳になってましたね、はい、イメージガールのオーディションあるから、じゃあお前銀座のライオンへ来いっつって銀座のライオンに呼んで、お前ここビール今度イメージガールの受けるからっつって、はい、でそこを呼んだらですね、はい、話が大変な話だった。なんすか。妊娠しちゃったから田舎へ帰って結婚して子供もいますから引退します。あら、いきなりですよ。いきなり、もう1年目ですよ。まだ1年目、もう俺はもう頭真っ白になりましたよね。それはでも契約とかは、いやいや、もちろんそう、あの時はまあ基本的には1年契約なんですよ。それでレコーディングもしてましたからね、もうレコードも出す。その時一番僕が間違えたのは、実はその子だけじゃなくて他の3人いたんです。さっき言ったあがりたあきっていうのと、桂山はちょっともうよその事務所と菊池恵美ちゃんということをですね、これ今声優で頑張ってるんですよ。ソリッドギアメタルシティっていうゲームがあるんですけど、それでワールドツアーに出てたりで、声優ですけど水木奈々ちゃんなんかと一緒のゲームの声をやってるんですけど、その子もうちにいたんです。それであともう一人が一宮理恵ということですね、足利銀行のコマーシャルとかですね、それから全国豆類振興会って言って豆のあれとか、それから最近時々まあ、アニメになっちゃってるんですけど、ドギーマンっていうですね、大阪の犬とか猫の餌ありますよね、缶詰とドッグフードですよね、キャットフードっていうかドッグフードっていうか、それのコマーシャルとか、これも売れてたんですよ。王様のブランチとかレポーターやったり、 2000X アルファなんだっけ、匿名リサーチなんとかっていう、そういうレギュラーとか持ってたんですけど、このあがりたあきとその一宮理恵っていうのと、それから菊池由美ちゃんっていう3人いるのに、という沖縄の子が一人がその田舎へ帰った時にも頭に血が上ってですね、あやめたっつって、その3人をよそのプロダクションに、まあ、回しちゃったわけですね。やめた。その時冷静になってたら、他その3人でずっと十分やっていけたんですよね。それがもう自分のジャッジの、まあ、っていうか、まあ、そこが性格が淡白なというか、まあ、血が上ったとそういうんじゃないですよ、執着心ないんですよ。その契約を結んでいて、契約っていうのはですね、合ってないようなものなんですっていう感覚、もうしょうがないですよね。妊娠してね、で実はこれまた後日あってですね、妊娠したのに、そのこれもまたオーディションでね、ベネトンっていうのが F1 でですね、はい、ベネトンだけは日本でレースクイーンをオーディションやるんですよ。それで今でも覚えてますけど、赤プリでオーディションにみんな水着で来て、それでっていうのはやっぱりレースクイーンオーディション受かっちゃったんですよね。それで鈴鹿の10月にサーキットで、もう妊娠してるの分かってるのに、10月にその鈴鹿の F1 に行って、ベネトンの傘持ちですよね、まあ、レースクイーンですから傘持って、炎天下にですね2日間いて、それで東京帰ってきて流産しちゃったんです。それでもう秋のレギュラーいっぱい決まってるのに、私は流産したのに、そのニコニコテレビ画面向かってニコニコできませんって言って帰っちゃったんです。それでもう、もうそれじゃもう止めようがない。でもじゃあ契約だとか、そう、もう全然問題じゃないです、ね、ですから本当は違約金請求しようとかできるんですよ。レコーディングの100万とか200万とか、もうほら OK も 歌入れまでしてるんですから、その前にボイストレーニングとかいろんなことやってるんですからね。それは逆にそのプロダクションとして、その違約金の請求みたいなってないですか。いや、できますよ。受けたりはしないんですか。あ、それね、顔の切れるとかっていうのを取ってオンエアされたばっか
始めたばっかりなんだけど、川に怒られましたけど、あのそれほどまだ有名じゃないじゃないですか。だって1年しか経ってないから、売れっ子の今さっき言った綾瀬はるかとか石原さとみがそのことやったら大変ですよ。そういうことがあるんで、もうタレント怖い。タレントは怖いの。でまあその見事にまあなんですか、裏切り。いやそれもね、さっき諏訪さん言ったじゃないですか、10年で3割って俺とこ12年持ったんですよ。12年じゃずっと。12年でやめたっていうの。いや、それだから、それからもう一回まあ本当に締め直してもう一回やって、そこでまた偉い目に遭ってるわけですよ。またもう一回やる。そう、今度は社員が悪さしちゃった。なるほど。何を社員さんは。いや社員がですね、これはもう芸能界で俺はもう本当にもう恥ずかしいですけど、スカウトした女の子をですね、まあにいたずらしたわけですね。それで訴えられたと。訴えられたんだけど、相手が15歳だったんで陰行ですよね。それで実はうちの会社の名前がですね新聞に出たんですよ。それで、もうこれは業界に顔向けできないっていうことで辞めたということですね。ですから今私今クロスステイメントって会社ですけど、って会社やってたんですよ。検索すると一番最初に出てくるのがという社員が実名でじゃないですか。悪さした事務所だっていうことでですね、元ホリプロの部長がやってたんだけども、みたいなことが一番に出てくるんで社名変更したっていうわけです。なるほど。それはいつぐらいの話ですか。だから1999年の10月です。あ、じゃあ意外とまあそう、復活。あ、じゃあ2000年の10月ですから。で、そうですね。なるほど。それでじゃあもういよいよ会社を。それでだ2001年の3月31日までやってた。で解散した。解散というかまあ一応閉めちゃったというか、私は就職しちゃったっていう。会社は残してあったんですけど、あのもうマネジメントも社員もバラして、で自分が就職しちゃったって。もう社長があるんだけど就職した。もう辞めたと。そうです、ね。またしてもまた、そうですね。辞めたと、いうことですか。はい、なるほど。じゃあ、まあ2回、じゃあそれまではその事業としては全然順調だったのに。うん、そうですね。もうやっぱりジャッジがね、本当に人にまあ偉い目になったっていうんですか。一人はタレント、一人はまあ。マネージャーですけど、そのマネージャーもその悪さしたマネージャーっていうのはですね、その沖縄の女の子をもう一息一発もう一段上げてやろうと思って入れたばっかりの子だったんですよ。でこいつ営業力あって、そこら中もう誰でも 声かけるようなやつで、スカウトできるやつなんですよね。でその子を売るために入れたんですよ。入れて10日後ぐらいにそういう本人、まあ、その沖縄に帰るって話になっちゃって、それでやめたって言って、まあ、他のプロダクションに他の3人もバラしちゃった時に、その入れたばっかりのやつがお前どうすんだよって、そいつ23なのに女房がいて子供が2人もいたんですよね。それでベンツの50に乗ってたんですよ。すごいやつだった。奥さん子供がいて、女房がいて子供がいて、で悪さしたんですけど、でどうするって言ったら、もう一回一からやり直しましょうよ、僕スカウトしますからって言って、それで1年目に創業でもう大事故を起こした。なるほど。もう2回とも人に、まあそうですよね、あの自分の脇が甘かったとしか言いようがないですよね。なるほど、うん、人タレントを見る、タレントを見るのはあんだけど、あったけども、社員はねやっぱり自分にないものを社員に従うっていうかね、部下もでもそれはオリプロの時もまあいろんなチーム制だったですかね、班制ですから、鈴木班っていうのがあって、他にもまあ3つとか4つとか5つとか班があったんですけど、やっぱり部下の人事の季節になると部下の取り合いっ子になるわけですね。で自分の足りないところを補うような部下をみんなトリックするっていう、そういうことはありましたね。普通会社生産っていうと、はい、そのまあ資金的にどうとか、ええ、
あ、それはその前に一回あったんですよ。資金的にやばいなっていうことで、やめたホリプロから出資してもらったりとか、それからソニーから出資させたりとかしたんですよ。じゃあそこら辺はやっぱり昔の顔で、あ、そうですそうです。資金調達は、あ、そうできてました。生産時も別に資金は全然問題なく、なええ、はい。そしたら、まあ、そろそろお時間になるんですけども、一応その、まあ企業の失敗アカデミーということで、そのまあ経営、今日はですね、特別な方なんですけど、芸能の話も結構多かったんですけども、会社経営をしてですね、まあ、やっぱ人、まあ、人物金と言われますけども、いわゆるその人の部分ですかね、やっぱり、なかなか難しいところがあった、そこが絡んで、ね、まあ、1回、2回転んだと。いう感じですけれども、どうですか、そのこれから、ま、これから起業される、まあ、このビデオのね、うん、こうご覧になる方もいるかもしれないですけども、うん、起業するんだったら、こんなことに気をつけろ的なことがあれば。いや、これはな、ちょっと気をつけろったって、もう、そんなふうにしたらいいよとか、なんか、やっぱり、まあですね、自分がやっぱり好きで楽しいことをコツコツとやる。ことじゃないですかね。俺コツコツとできないんですよ。バーッと大雑把にやっちゃって、それでまあええわええわみたいな感じなんで、そのタレントバラしちゃった時もですね、本当に冷静に考えたら3人あったら1人いなくたって十分やっていけたのに、1人にもう入れ込んじゃったおかげで選びになったっていうことなんで、そういう時にですね、その相談するの嫌だったんですよ、人に。だけど相談する人がいたら、お前ちょっと冷静になれって言ってくれたと思うんですけどね。ですからそれはやっぱり そういう友達っていうか、まあ、人を持ってた方が、いや僕も相談しようと思ったら相談する人がいっぱいいたんですけど、しなかっただけなんで、それも反省してますね。ですからやっぱり人ですね、まあ、プロダクションに限らずやっぱり人だと思いますね。人を大事にして、人をよく見極めて、いう感じですかね。わかりました。そうしましたら、そろそろ時間になりましたので、今日はここまでとさせていただきます。鈴木さんでした。どうもありがとうございました。